ちは。いつもご覧くださいましてありがとうございます。今日はですね、前回に続きまして、ラフマニノフ作曲の前奏曲、作品32番の第12番ね、を続きをやってみたいと思います。ちょうどね、前回霧のいいところまでね行っていたので、今日はこの中間部分ね、アテンポのところから、中間部分をちょっとやってみたいと思いますね。まあ、最後までちょっといかないかもしれませんけれども、途中までやってみたいと思います。はい。で、ちょうどね、その今このここの部分からね、ここからで4小節取り出してみると、同じ形がね、右も左も続くんですけれども、ハーモニーがね変わってきますので、それに注意したらいいかなと思いますね。これね。で、2回目が、次が、で、最後、でこういう風になるんだけれどもね、このおーちゃ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 ーん、最初ちゃ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 んってこうフォルテになってきますね。その前のところが、ピアノ女ね、ここからフォルテで、ちょうど馬車がさ、じゃじゃんじゃじゃんじゃブワーンって言って、またこう走り出して、ワーンってこう走り出すような、こうワーンっていうエフェクトをね、つけると雰囲気が出るんじゃないかなと思いますね。まあ全部フォルテっては書いてあるけれども、こう馬車が走っていくよね、感じがありますよね。これでこう車輪が回る感じね。最後デミノエド、リタルダンド。これ第一部がね終わったね。今ね、こうこの道をね、こう歩いてきました。ここからちょっと曲がるか、こう街の雰囲気がね、ちょっと変わるかもしれないね。次ね。これ左手がね、すごいね、ちょっと細かくてね、難しいんだけれどもね、ゆっくりね、ちょっと動かす練習してみてくださいね。チャリラ。でね、ペダルを入れた時に、ダーリー。全部ね、小指で行くと思うんだけれども、それをこう、なるべく、つながる。こうね、で、ダーラーリーラーチチーリーチチーで、こうまたピアニッシモにあれね、入っていくんだけれどもね。で、これはね、今の左手がね、ピアノなんだけれども、ここはね、右手がメゾフォルテになってるね。だから、音量の差をね、これだけつける。結構たくさんつけるというかね、こう同じピアノにならないで、右手はこれぐらい音量の差を出した方がいいと思いますね。多分こうわーって走っていく中で、どっか何かこう歌声が聞こえてるのかもしれないね。何かメロディーがね、いやな区分になりますね。そういう風にこうスラーが書いてあるので、それと左ではどんどん走っていくね。っていう区分で分けて、ここはまとめていくっていうね、言うと いいと思いますね。でこれを一個一個しないでね、レガートでやー、こう一個一個のね、ひとまとめにして弾いていくといいと思いますね。で、次の部分ね。これ左手にメロディーが来ますね。で、右手が、リャーリラララって弾いたら、そのレを受け継いで、レ、レ、ドリー。
そう、ラフマニノフのね、フレーズって長いんですよね。ずーっと続くので、そこまで気持ちを切らさずにね、この左手右手がこうリズムよく入ってきますね。なので、うん、これが一番聞こえる。で、ね、これ難しいですね。こう形をもう先に決めといて、いやだ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 。なるべくね、この鍵盤に近いところね、近いところでいやだ、こうピーパーピーパーチャ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 っていうのを、こう一個の動きにしちゃって、いやだだだいやだだだいやだだだっていう感じでね、タララっていう感じでやるといいと思いますね。で、左手はピーパーピーパー、だん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 それをね、フォルテまでね、少しずつ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 盛り上げていくね。で、って言ったら、ここでフォルテしても、イエーイ、もう、いよいよ、いよいよ、いよいよ馬車がもう、ブワー、全速力っていう感じで、イエーイ、リズム取って、やった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 、これはね、町のね、鐘の音です。じゃん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 ってこう鳴って、これまたね、こうドヨーンとしたムージーまた入ってくるわけですね。この情景の差っていうのがね、やっぱりすごいですよね。ちょっとね、中間部分のところね、さっと今話しましたけれども、例えば、この4小節最初のねっていうところ、それからっていうところっていうところね、それと最後のところね、4つ形がありましたね。そのね、形ごとに練習するとやりやすいと思います。全部やっちゃえ、全部やっちゃえって思わないで、この形のところ、この形のところっていうことで、そのどういう風な動きをするのかなっていうのを形ごとに練習するっていうことね。そうすると頭も整理されると思います。はい。今日はね、このね、中間部分やってみました。またね、次の動画で、その続きをやってみたいと思います。はい。今日はこれで終わります。さよなら。ありがとうございました。